で駅こんなね立派だったっけな。もっとなんか駅舎、古い駅舎やったような気がするんですけどね。おはようございます。今日はね、ここを見ても分かんないな、こっち。井の頭線、永福に来ました。永福、久しぶりの永福です。で、これっちがね、南なんですけど、南の方はね、どこ行ったっけな、JR だっけ、下高井戸だっけ、下高井戸違うな、高円寺だっけ、なんかそんな駅ありましたよね。なんかそっからずっとこのね上の方まで上がってきたことがあったんで、まあ半年ぐらい前ですけれども、だから南の方やめてね、北の方、こっちのね北の方行きますよ。で最初言ったんですけど、駅こんなね綺麗だったっけな、もっとあの小さい駅舎、北ならしい、ちっちゃならしい、ちょっと言い方がいい、こじんまりとした駅だった気がするんですけど、いつの間にかこんな、立派な建物になってます。じゃあ行きましょう。そこにねセブンがあったから、ちょっとコーヒー買ってからね行きますよ。これ確かね商店街ずっと続いてるんですよね。すごい良くなったよな、これ。なんかレッドなんとかなと、ちょっとね反応が遅かったね俺の。渡るとこバッと取ればよかったね。うなぎ屋さんもまだ閉まってるしな。風がね、そうそう風が強いのよ今日。でも閑散としてるね。モスも暇すごい。あんまりね右の方入れすぎてもちょっとバランスが悪いかなと思うんだけど、まあこれぐらいでも入れてもいいかなとかブツブツ言いながらいつも撮ってるんですけどね。一人でね、一人でブツブツ言ってるからみんな見ていくの。こっからでも斜めに撮ってもいいような気がする。なんかすごい平和やね、西永福じゃなくて永福は。平和、なんかのほほんとしてる感じ。あ、こっからの方がいいか。左側の建物ちょっと入れて、右側のカーブミラーはどけて、ほんの少しの違いで随分やな、やっぱりね仕上がりって違ってくるんで、納得いくまでとことん撮った方が。酒屋さん、何屋さんやろ。何屋さんかわからんな。何でもやったね、ここ。写真、不動産、割烹、生花。どういうこと。これでドイル処方か。何でも屋さんやな。思いついたもん何でもやってるって感じ。すげえ商売やな。とりあえず儲かるやろ思ったやつみんなやってはんのな。未来水産、あ、うまそうだな。本マグロスパイスカレー500円、ペットフード、どういうこと。あ、こういうちっちゃいやつか、手巻き寿司。あ、だからこの値段なのか、びっくりした。弁当かなんかでそんなに安いのかと思ったら、手巻き寿司専門店ね。あ、これ面白いね。書いてあるね。大院寺じゃないよな。違うわ。大伝寺。何を言ってんのやろ。大円寺。大円寺です。大円寺さんね。立派です。立派なお寺さん。大円寺さん、すんげえ綺麗にしてある。将来めっちゃ綺麗にしてある。儲かってんね。いやらしいこと言うけど。赤酒の店、赤酒の店なの。
いい感じやね、あの日向、なんて呼ぶのかな、日に向かう野原の工務店さんさんの前、もうちょっと引いて、あのね、これ以上引けないね、ほら整骨院さんがあります整骨院さんに入っちゃうんで、これ引けますよね、整骨院さん、お客さん出てきました、邪魔になります邪魔になってるんだよ、そう邪魔したらいかんだけどな、見てみようかな、気になるから、何があるんだろう、何もないわ何もなし、なんかどっか会社の施設みたい、これなんか向こう側ビル見えてんねんけど、背の高い、あっち新宿なんすかね、ここもね泉三丁目やわ、こっち今あのこれ登ってきたんですけれども、まあ、あの住宅街のね坂の上からちょっと撮ったんですけれども、これ以上行ったらね、なんかもう住宅がはまりそうなんで、でこの辺はねお上品な住宅街、あの住宅街、あの杉並のなんで一軒家が多いんですよ、で一軒家が多いとこってやっぱね、あんまり撮るのはねはばかれるんで、さすがにズーズーしい私でもねズーズーしい私でもちょっとねはばかれるんで、声も大きい声出して喋れないしね、だから一旦ね、あの商店街戻ります、で戻って確かね池だっけ、公園かなんかがね、もうちょっと北の方行ったらあると思うんで、ちょっと名前忘れたんで、一応ねそっちまで行きたいんですよ、だからここで道に迷ったら大変なことになるんで行けなくなるんでね、一回ね、商店街戻ります、であっちがねちょうど今まっすぐ正面見えてるでしょ、正面がねあそこはね新宿なんですよ、だからこっちが、東でいいのかな、東になると思うんですけども、もうねなんか私が来る前に地図を見てきたんですけど、その方角とはねなんかちょっと違うような気がするんだよな、よくわかんないんだよ、ちょっととりあえずね商店街戻りますよ、それからね、それから商店街をまっすぐ突き抜けるってことにしましょう、何通りかは書いてない、書いてないよな、泉三道ということは何か、神社かお寺が何かそんなんがあるんでしょう、正面がね公園かな、公園っぽいんだよね、このアパートはいいね、書いてある住所、堀之内1だ、堀之内1の13、和田堀公園、和田堀公園聞いたことある、あ、ここやっぱいいね、こう感じね、これあのパーキングのところ、ここちょっと撮りましょう、多分ねこれね左こうぐるっと曲がってるでしょ、でその先が多分ね、公園池が沼があるのよ沼ってことはない、池だな、堀之内2丁目、
まあ、ハマりそうやねんけどな。ああこの辺もいい感じやけどね。もうね、こういうとこがねあるんですよ。ちゃんとあの住宅街でね、いいところが見落としがなければみんな取らないでしょ、こういうとこ。興味ないか興味ないか興味なかったらしょうがないね。今日さ、あんまりね撮ってる人いないからね、こういうとこは。みんな繁華街でしょ、人がいっぱい歩いてるとこ。ストリートスナップは興味あるもんね、みんな。そうなんですよね、もったいないな、そう思うのは自分だから。あ、この先ごじゃごじゃ感いいね。杉並らしくない杉並らしくない。個人宅なんでね、あんまりガシガシ取ったら怒られそうやからやめとこやめとこいつもながら、しつこく取らない、怒られる前にやめる神田のどのあたりなのかもさっぱりわかんないんだけど、神田のね、なんか今日はなんかあのポツンといいお店があったりとかないね、まだね。だいたいね毎回1軒ぐらい出てくるんだけどね。妙法寺、妙法寺、妙法寺、妙法寺商店街に来ちゃいました。でこれまっすぐ行ったらまた神奈川でしょ。こういうとこがあるのよ、こういうとこがあるからねやめらないですよ。こっちからもいい感じやけどね、あのこの看板、ここからファインの看板入れて、もう一回ゆっくり見てみて。おばちゃん入りバージョンになっちゃったねもう取れないよな、これ以上。今の向こうが歩いていく感じ良かったね。さあどっち行こう。こっちが、妙法寺商店街、石やね、さっきの参道の商店街。こっち行ってみる。もうほんと何でもよく見えるな、こういう天気って。堀之内三丁目、さっきからあのお上品な杉並区の、でここ下っていったら、あのね正面がねもう森みたいになってるから、多分そうだと思うんだよな。もうカンカンうるさいね、これあのパーナぶら下げてるから、ペットボトル多分カンカン入ってるでしょ。あ、ここもいいじゃん、アムール中根、アムール中根。フォーム綺麗な雨がね結構降ってきた。みんな急いでる急いでる。
多分ね左川渡んないと帰れないと思うんで、どっか渡るとこ橋あれば渡りましょう。その橋渡って南の方に行きましょう。で再三言ってたね、あの池とか沼なかったっけな、和田森公園に。ちょっとねよくわかんない、地図も見てこなかったからあったような気もするんだけどね。まあいいや。これ歩いてきた感覚から言うと、こう斜めこっちの方なんですよ、駅永福多分。ここなんか面白いね、道が。道面白いね、ここ。博物館、郷土博物館入り口。郷土博物館入り口。ちょっと見ました。びっくりしました。びっくりさす気はなかったけど、ここも公園やね。まだ公園広っ、あっちもこっちも公園、もうそこら中和田森公園本当にそこら中和田森公園や、左折は、行き止まり、左折はいけません。これでまた学校みたいなのが出てきて、これでまた公園みたいにあるし、和田堀公園だらけやもんな。ずーっとね、なんかね、和田堀公園、和田堀公園って出てくるのよ。これ右側も和田堀公園ね。もう和田堀公園しかないやん。取れそうなとこはね、今んとこないねんけど、この学校の前、小学校の前、この小学校の前を、門をどれぐらい入れるかやね。こんなもんかな。なんかのんちゃん呼んでるよ。小学校。そうですね、ここそうですよ。あの前で撮ったもん、もうサッカー降りたとこで、こっちで